先日の動画でですね、先日といってもね、1月ぐらいの話なんですけど、ホームセンターでね、救出した、乙女心をね、このように、5つね、いろんなパターンに分けて植えています。1番のね、こちらがね、3.5 巣に植えた乙女心やね、2番目が3巣の素焼き、3番目が A の30ね、プラチの、3巣やね。でこちらの、4番目がね、A の25に植えたやつ、5番目が肥料にね、肥料ね、多く与えたやつです。こういう感じでね、棚のね、このあれですね、玄関アプローチのとこにある、棚のね、日当たりがまあまあいい、風通しもいいようなとこに置いてます。こちらの方がですね、どういう感じで、植えた当初より変わっていったかっていうのをね、この後ちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでですね、室内に、多肉を持ってきました。乙女心をね、前回が、1月2日に、植え付けたんでですね、で今日のこの撮影時が、3月の17日なので、まあ約ね 2.5 ヶ月、経過した形ですね。で、前回のね、動画と比べるために、あの同じアングルでね、ここは撮ってます。でまあ1月から3月17日までということなんで、基本的にはね、こう休眠期なので、あまりこう成長してないかなとこうね、自分自身は思ってたんですけど、これ今ね、撮影自体はあれなんですよ、スマホで撮ってて、前のね画像と見比べるために、横にねパソコンで前回の動画をね、見ながらちょっとね、どんな風になったかを今からこう見ていこうと思うんですけどね。まあまた繰り返しになりますけどね、まあ5個ね、日当たりの悪いあのホームセンターからまあ救出して植えたっていうことなんやけど、1番目がね、これがね、3.5 寸の素焼き鉢ね、素焼き鉢、すごい乾燥しやすいよね、けどまあ鉢が一番大きい、これに、肥料はなしで植えてるんですよね。肥料を与えてるのはこの5番だけでですね、あとは全部無肥料で今回いってるんやけど、まあちょっとね、乙女心もセダムなんで、与えとけばよかったかなと思うんですけどね。まあちょっともうしばらくこれでいってみようかなと思います。で、2番目がね、ここ三寸って書いてますけどね、素焼きの、三寸ね。これよりワンサイズ下のやつですね。で、こちらの方がプラ8になるんやけど、これがまあね、A の30やね。ということで、プラ8に植えてます。で、これとこれが、同じ大きさですよね。この4番、札隠れてますけど、4番の A の25に植えてるのが、肥料がないやつですね。で、こちらの、5番の方が肥料ね、スーパーロンゴね、4粒入れてるんですよね。で、まあ、これがどうなったかっていうのを今からね、話していきたいと思うんですけど、大体ね、ちょっと先ほど動画を見てみたんやけど、傾向はね、似てたんですよ。まずね、この1番の A の35、この後のね、動画もあるから、一回こう、静止画で止めとかんとね、後でこう、比較ができんからね、こんな感じです。で、差があったのがどうかなっていうと、結構水とかあげてたつもりなんですよね。だけど、まあ、どうですかね、乾きがいいし、まあ、置いてる場所が日当たりもいいし、風通しがいいからか、ちょっと水不足、まあ、艶もあっていいんですけどね、こういう感じで、この上のところはね、まあ、いい艶を見せて、あれなんやけど、あんまり背も伸びてないしね、こう、葉数が増えてるわけじゃない。一番変わったのはですね、ちょっとこうね、パソコン見ながらがあれしてますけど、ここのね、小さいところが、大きくなってるんですね。ここの分っていうのはさほど変わってない。ここの小さいところが明らかに変わった。それと、まあ、最も変わったのはもう色ですね。前は日当たりが悪かったし、時期もあれやったかもしれんけど、その紅葉がね、この葉先だけちょこっと赤くなってたんやけど、こういうふうにね、見てわかるように全体的にね、こう赤くなってる。もうちょっとこのね、赤が、綺麗な赤になってもいいのかなと思うけどね。ちょっとこう濃いめの赤ですね。1番の 3.5 層はこんな感じですね。
まあね、全体的にね、傾向一緒なんですよ。このね、2番のやつもちょっと見比べてみますけど、前回から見るとやっぱね、ここが大きくなっちゃうね。こう、下の方がね。前回から見ると特にこことかが、こちらの方はサイズ感変わってないけど、こっちがね、かなり大きくなってる。ね、1月2日でしょ ?1 月2日から、今が3月17日、さほど成長期でもないのにね、まあ成長したなっていう、なんかね、そういう印象がすごくあります。ね。まあ次回もあるんで、こういうふうにちょっと一回止めてこう見ましょう。次撮るときがね、これをね、スクショというかあれして、またこう比較したいからですね。こんな感じ。だからさっきと一緒なんですね。こちらの方は大きくなってないけど、この下の方がね、大きくなって、色合いが良くなったってことですね。3番目も一緒やな。3番目はね、そうやな。なんかね、前の画像で見る限り、なんかこういったのっていうのはよく目を凝らしてみないと、なんか存在を感じないよね。やけどこういうふうに増えて、あと、こっからも出てるでしょ?こういうふうにね。こっちはまあ、あんまり変わらんかな。けど、やっぱ大きくなってますね。はい。こういう感じです。それと、4番目はね、2.5 ですね。肥料がこっちない方。あ、ちょっと待って。一回止めとこう。後でスクショしないと悪いけどね。こういう感じね。これが3番やな。こんな感じです。ね。で、4番目が、これやね。こちらの方も一緒かな。こっちはそうやね。鉢がやっぱ小さいからかな。あんまりこう感じんかな。まあ色がね、こういう濃くなってるっていうのはもう、それはね、今までの蜜の苗と一緒ですけどね。まあ鉢が小さい分ね、あんまり根が張ってないからかもしれませんけどね。こんな感じです。それと最後が、この肥料のね、4粒入れたような形。まあ、こっちはどうかな?ちょっとやっぱ4番に比べたら、あれですかね。ちょっと大きくなったかなという感じはありますけどね。跡があるからちょっと見えることしとこうか。これね。こんな感じです。またね、1、2ヶ月後にね、比べて撮ってみたいんですけどね。で、まあ、肥料の差って感じなんやけど、まあ今んとこそう感じんかな。ただなんかこっちのが、そうですね。なんか茎が伸びちゃったかなーっていう感じですね。はい。ということでまあね、2ヶ月半、成長期でない2ヶ月半でもやっぱこのようにね、変化がありました。で、今からがね、成長期になってくるんで、かなりね、差が出てくるんかな。成長の具合がね、よく見えてくるんかなという気がします。この色合いはね、どっちしても若干こう冷めてくるんでしょうけどね。はい。こういった小株がね、さらにね、大きくなったり、茎からね、新しく出てきたりするんかなという気もしてます。で、まあね、セダムということで無肥料やったんで、ちょっとね、このリキダスだけをね、ちょこっと上げようかなと、全体にね。まあそれはもうちょっと動画に、そうですね。取んなくてもいいのかなというふうに思ってますけどね。はい。これを、鉢底からね、流れ出るほど、バーっとやって、それでまたね、様子を見て、次回のね、レポートにつなげていこうかなと思ってますけどね。どうしようか。引き出し上げるところだけ、ちょっと問いますかね。はい。一旦止めます。はい。ということでね、リキダスのね、1000倍の希釈液をね、こういう水差しに入れて、これでこう与えていきます。まあ、普通に上路でもいいんですけどね。これがね、すべての苗に鉢底からね、溢れ出るほど上げていこうと思ってます。全体ね。空も水やるし、空もガブ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 今にね、水を飲んでますけどね。こういうふうにね、今流れ出てるでしょ。こんな感じで全てに与えます。これね。そういう意味での条件はね、一定にしとかないといけないからですね。全てに同じように、こういうふうにあげます。まあ当然ね、
大きい鉢ほど余計当たりということにはなりますけどね。うん、ね、まあ、特に素焼きの方はね乾きやすいからですね、うん、またいろいろ違うかなと思いますけど、やっぱ結構あれやな、結構水をどんどん吸ってるのかもしれませんね。なかなか鉢底から出てこないですもんね、水がね。はい、また補充しないとね、うん、ちょっと補充します。はい、水をね、水中華希釈液を補充したんで残りの2つもねあげますけどね、まあね、力出すのこれはまあ活力液というかね、活力剤ということなんで、まあ肥料とはちょっと違うけど、肥料分が全くないわけではないと思うんですよね。多少肥料分があると思う。で、自分としての捉え方はこう瞬間的にね、肥料成分を補うみたいな捉え方してるんですよ。うん、ああいったそのなんだ、マグアンプだったりね、スーパーロングというのはまあ地中にこう、粒であるんでね、それなりの間こう長く効いていくという感じですけど、こちらのやつというのはもう瞬間的にね、なんかスタミナ補給というかね、マラソンで言ったら給水ポイントにあるこう水を飲むようなね、そういう感じの捉え方でいいんじゃないかなと思います。ですので自分は結構ねこの活力剤というのはねわりかしね多用してますよ、うん、よく使ってます。まああまりねこれを濃く作ったりとかね、いつもかつもあげるということではないんですけどね、うん、まあ何日に1回とか何回の水やりに1回とかいうのはあんまり決めてないですけどね、感覚でずっとやってるんでですね、はい、ということで、全ての鉢にね、鉢底からこう流れ出るほどたくさんあげました。でこれでね、また様子を見ていきたいと思いますんで、また変化とかありましたらですね、動画に、アップしていきたいと思いますので、またその時はですねご視聴いただけると嬉しいです。はい、というようなことで、今日の動画終わりたいと思います。チャンネル登録とかですね、グッドボタン押していただけると、嬉しいんで、皆さん一つよろしくお願いします。それではまた。